もっと聞いてね MBS。 今日は皆さんにお味噌汁の具についてお話を聞いてますけども、思ったよりもメールがたくさん届いていて、やっぱり味噌汁っていうのは国民食といいますかね、日本人のなんかこう血液は味噌汁でできてるのかなっていうふうに思ったりねしたりしているんですけども、これは別にその国籍などをその差別するとかそういうことではなくですよ、一般的なこととしてですよ、ちょっとさっきのオリンピック憲章の話がねちょっとナイーブになってるところはあるんですけども、まあその中で私最初冒頭ですね、私の実家ではキャベツを細く切ったものをお味噌汁に入れていたというふうに言いましたら、そんな食べ物はねえよバカ野郎というような顔をスタッフにされたので、あ、そうなんだというふうに私は思っていたんですけど、で、まあ、それに同調するといいますかね、同じようなご意見で、これ鬼左衛門さんかな、まあ、ツイッターでね、キャベツのそんな味噌汁はないっていうふうに書いたらですね、今ちょっと袋叩きにあってるようで、かわいそうだなってちょっと思ってるんですけど、ありますよありますよっていうね、結構キャベツをお味噌汁に入れるっていう人はまあそこまでの少数派でもないようですね。これどうなんだろうか、地域性とかもあるんですかね。私は割合の小さい時からずっと普通にあったので、今でもたまに家の冷蔵庫にキャベツが残ってたりしたらお味噌汁にしたりすることはあるんですけど、あんまり世間ではしないのかなと思ってたんですけど、なんとなくね、なんかこうお味噌汁の話題って、まあ、いろんなラジオとかフリートーク、まあ、普段のね通勤通学の中での友達の会話も大体味噌汁の話しかしてないと思うんですけど、そういう時にやっぱりあんまりこうキャベツの話題が出てこないもんですから、あ、僕はマイノリティなのかしらっていうね気分になっていて、ちょっとこう、まあ、キャベツを食べ味噌汁にしている自分をずっと隠し続けて生きてきたっていうところは、隠れキャベツ味噌汁ニストみたいな、隠れキャベツニストみたいなところがちょっとありましてですね、隠れキャベチスタンみたいなところがありましてですね、あまり表立って言わないようにしてきたんですけど、どうも世間には割と隠れていないキャベツ味噌汁を飲む人が多いっていうことに今気がついて、すごく勇気が湧いていて、明日からは私は大声で高らかにキャベツの味噌汁が飲みたいって言おうかなというふうに言いながら会社に来ようかなっていうふうに思ったりもしてるんですけどもね、多いですよ結構。あ、ないっていう人もいるな、春キャベツおすすめっていう人もいるな、ざく切りの人もいるんですね、こうなんか角切りに葉っぱ切ってお味噌汁にする人もいれば、こう千切りにして入れる人もいる、まあ、うちは千切りだったんですけど、どうもここはざく切りの方が多いみたいな感じに今なってるんで、私はだから隠れ千切りニスタンとしてまあ生きていかなきゃいけないのかなというふうにまあちょっと今思ってるんですけども、どうなんでしょうかね、このちょっと統計取ったことがないのでわからないんですが、もし今ラジオ聞いてる方の中で私もキャベツのお味噌汁が好きですという方はちょっと教えてほしいですね。明日から生きていく糧にしますので、明るく前を向いて生きていきたいなと思っていますので、ぜひ私もキャベツの味噌汁が好きですっていう方は教えてほしい。ただそのキャベツの味噌汁もその中でもそのざく切りの方が好きだっていう人もいらっしゃるし、千切りの方が好きだっていう方もいると思いますので、そこは明記していただいて、まあ宗派みたいなものですか、カトリックとプロテスタントみたいな感じでしょ、でも一つのキリスト教みたいな感じだと思いますので、なんかそれぞれのまあ皆さんの、信仰をしているかしていないか、そして宗派を教えていただきたいなと。途中で何の話してるかちょっとよく分かりにくくなっちゃったんですけども、例えが本筋を凌駕してはいけないなって今ちょっと思ってるんですけども、皆さんの中でキャベツを使ったお味噌汁を食べることは習慣としてありますかっていう、それと千切りですか、あるいは切り方には他の方法を取っていますかっていうのは、ちょっとこれは私個人として、まあ、番組としてというよりはね、ちょっと教えてほしいなっていうふうに思いますね。まあ、家庭それぞれによってね、物の食べ方って違いますからね、ご飯にきな粉をかけるかかけないかみたいなねのもありますしね、冷やご飯を食べないとかいう家もありますしね、汁かけご飯はもってのほかみたいなねいうお家もあったりしますんでね、どうなんでしょうかね。とりあえず私は今もキャベツの味噌汁で頭がいっぱい、もう
頭の中沸騰しているような状態ですのでね、ちょっと皆さんまた教えていただきたいと思います。